なぜがん治療はこんなに難しいのでしょう。人類は電気を自在に使い、ヒトゲノムの配列を明らかにし、天然痘を根絶しました。しかし莫大な研究費も虚しく、1400万人を超える患者と家族を悩ます病の攻略法は、未だに発見できていません。がんは正常な細胞が突然変異し、集積したものです。 多くの場合細胞は突然変異や DNA の損傷を感知し修復または自爆して消滅させますしかし突然変異によってはがん細胞が成長し隣接する組織を侵し離れた臓器にまで転移します一度転移するとほぼ治療不可能になりますがんは非常に複雑で単に一つの病ではないのですがんには100以上の種類があり すべてに効く魔法の特効薬はありません。ほとんどの治療は、腫瘍を除去する外科手術と放射線療法、残った癌細胞を取り除く化学療法を組み合わせます。ホルモン療法、免疫療法、特定の癌に合わせた標的治療なども用いられます。多くの場合、これらの治療により患者は癌から解放されます。 ししかし毎回100%の効果が得られるとは言えませんでは各がんに対し治療法を見つけるにはどうすればいいでしょう科学者が解決すべき課題はいくつか明らかになっていますまず新しく優れたがんの研究方法が必要ですがん治療の開発は実験室で培養した人の主要細胞の細胞株を使います それらはがんの遺伝、生物学的な鍵として利用されますが、実際の生態に発生した腫瘍の複雑さにはかないません。実験室の培養細胞に効いた新薬が臨床実験で患者には効果がないことがよくあります。新純性の強い腫瘍は、少しずつ異なるがん細胞の集まりを複数含むことがあります。 時間の経過で、腫瘍の各部分の細胞に異なる突然変異が蓄積し、固有のサブクローンが作られます。例えば、硬化種という悪性脳腫瘍では、最大6種類のサブクローンが同居していることもあります。クローン不均一性といい、がん治療を難しくする原因です。あるサブクローンに投薬の効果が出ても、他には効かないことがあるからです。課題は他にもあります。 腫瘍は変動型依存型のエコシステムでがん細胞同士や近隣の健全な細胞と頻繁に交流をしますがん細胞は正常な細胞に栄養補給と老廃物の排出のために腫瘍につながる血管を作らせます検出され破壊されないように免疫系ともやり取りをして免疫機能を抑制しますもし腫瘍の情報伝達経路を遮断できたら腫瘍を完全に退治できるかもしれません さらに多くの証拠からがん幹細胞の撲滅方法を解明しなくてはなりませんがん幹細胞はまれである一方抗がん剤や放射線に抵抗する特質を持っています理論上は治療中に腫瘍内が検出不可能なまでに縮小したとしても残った一つのがん幹細胞が新たな腫瘍を発生させることがあるのですしぶといがん細胞を打つ方法が解明されればがんの再発防止につながるかもしれません 解明したとしても新たな課題に直面するでしょう。がん細胞は適応力が非常に高く、ストレス下で生き残るために分子や細胞が変容します。抗がん剤や放射線の攻撃下でも遺伝子発現を変化させ、攻撃を遮断する保護シールドを発動させるがん細胞もあります。悪性のがんは絶えず適応し、進化する複雑な構造をしています。 勝つためにはその複雑性に対応した実験系とがんの変化に調整可能なモニタリング治療手段が必要です幸いにも研究は進歩していますまだ謎の多いがんですが平均死亡率は70年代に比べ著しく低下し続けています日々研究は進んでおり一つ一つの新たな知識ががんに対抗する武器となるのです チャンネル登録をお願いします。そこに新しい学習のチャンスがあります。